群馬県は草津町にやってきました。今回の群馬トピックスのテーマはこの看板にもあるように湯煙フォーラムです。各界の著名な方々がそれぞれの専門分野で意見を交わすなどしていきます。知事も熱が入っています。新しい発想とかですね、提案を実証実験モデルの拠点を目指している群馬県で形にして世界に発信していきたいというふうに思っています。なんか暗いニュースが多いなというふうに思っています。皆さん、日本一のこの名湯に浸かりながら若くする話を、夢を語っていただいて、この世の中もうちょっと面白く、そして明るくしようではありませんか。今回で2回目のリアル開催となった湯煙フォーラム。初日には楽天グループ株式会社の三木谷会長、2日目には河野デジタル大臣や中山秀幸さん、ひろゆきさんなど多彩なゲストを迎えました。湯煙フォーラムは各界のトップリーダーなどを招き、現代社会が直面する課題や未来の社会の方向性などについて濃密な議論を繰り広げてもらうもので、その中で出た新しいアイデアからイノベーションを生み出し、群馬県から発信していくことを目的としています。今回はユネスコ無形文化遺産への登録を目指す温泉文化や起業家の育成、女性若者の活躍をテーマとしたトークセッションなども開催しました。また議論だけではなく、 AKB48 のミニライブや群馬交響楽団の演奏など、エンタメ文化的なプログラムが盛り込まれているのも湯煙フォーラムの特徴の一つです。これらの充実したプログラムについては順次県の公式 YouTube チャンネルつるのすで配信予定です。